マルチ商法なのにマルチ商法と言わずに勧誘したら特商法違反で逮捕されます。今、Facebook 上でトレードの学校月謝2万円、2万5千円と称してですね、投資の勉強ができると言っているトレードの学校の実態はマルチ商法ですが、マルチとは言わずに勧誘してます。これ、えー、法律違反ですので、えー、場合によっては逮捕される可能性があります。犯罪者です、トレードの学校のやっていることは。えー、昨年ですね、2011年、 ににマ、えー、マルルチチと言わずに別の目的で勧誘してて結局マルチだった人た人ちが逮捕されてますそういうことが起きますので、トレードの学校の人たち、今やっている人たちで、えー、嘘をついて勧誘している人たちが逮捕されることもあります。見かけたらぜひ通報してください。特殊法の通報フォームがあります。トレードの学校は詐欺的な勧誘手法を使ってますので、マルチ方法、マルチ法撲滅のために協力を。